バイコヌール宇宙基地81番車点は、バイコヌール宇宙基地200番車点とともに、プロトンロケットの打ち上げに用いられる、発射場である。2つの発射台エリア23と24から、構成される。エリア24は、現在も、プロトン K 及びプロトン、M ロケットの打ち上げに用いられているが、エリア23は現在は用いられていない。 いくつかの惑星探査機が81番車点から打ち上げられた。エリア23はマルス3号、マルス4号、マルス6号、ベネラ11号の打ち上げに用いられ、エリア24はマルス2号、マルス5号、マルス7号、ベネラ9号、ベネラ10号、ベネラ12号の打ち上げに用いられた。両エリアからいくつかの月探査機も打ち上げられている。また、 国際宇宙ステーションのザーリャとズベズダ、また、サルート2号、サルート3号、サルート5号、ミールのスペクトルとプリローダはエリア23から、サルート1号、サルート4号、サルート6号はエリア24から打ち上げられた。2013年7月2日、プロトン M、DM-03 が81、24番車点から打ち上げられ、 三つのグラネス航行衛星を運んだ。打ち上げの直後、ロケットが縦揺れし、制御を失った。ロケットは発射台付近に落下して爆発した。81番射程やバイコヌール宇宙基地への損傷の程度は不明である。ありがとうございます。